先ほどの続きですけども、2023年12月の29日、18時34分、ねどうしたらいいですか、私が。それなんですよ。ちょっとね、物事整理整頓まずつけましょう。で、まず経済的にも困窮しているのが事実であって、私の仕事は1月15日で終了します。で、その遊んではならないルールでこだわっている人たち、なぜなんですと、別にそれを守っていたとしても声かけてくれた人いないんです。で、僕は声かけても、例えば宇賀夏実とか他の人間の有名人も何か名前出しましたけど無視されました。どうすればいいんです、私が。で、有名人の人たちは有名人なりの責任がありますよ。音楽業界とか、まあ、映画業界、例えば新海誠監督とかね、まあ、安野さんもそうかもしれない。でも、まあ、安野さんももうご年配の方ですから、だから仕事いつ終わりになるのか、ちょっと僕もわからないんですけども、引退されるのかどうか。ただ、まあ、宮崎駿さんとかはちょこちょこ、ちょっとだけテレビに出てこられてる映像があるんですけども、数年前の。今、どうされてるんでしょうか。もう80歳ぐらいの方でしょう。で、少なくとも新海誠監督とかも声を上げて言わなきゃならない。エネルギーの残存量問題。ね、みんな車なんか乗るべきじゃない。電車バスとかで移動だと。それは音楽業界のグレーとか、ビーズとか、ラルクとか、もう知名度上がったところなんかもうみんな同じ。もうそれは20代で知名度上がった人たちも同じ。それ言うしかない。で、髪の毛染めたらダメだって。そんなもの、加工するのにエネルギーがかかるの、必要で、なのであって、運搬するのにもエネルギーが必要であると。ね、そんなもんなくても生きていけるんだから。顔が綺麗かどうかであって、髪の毛染めてるかどうかじゃないから、全然違うから。それで、お金に狂い始めた人間なのか。この間ね、一応今年その小倉に会いたいっていうことを言っていて、小倉っていうのはラルク・アンシェルのドラムの僕と同じ、東山小学校で同級生だった子供の頃、何回も遊んだ、小倉博之のことなんですけども、小倉博之でまず間違いないと思われます。その横をね、僕の横を通り過ぎた。もうその時は遊んでない状態だったんですけども、急にね、やっぱり僕も声かけれないのと、やっぱりあのテレビ、その昔の映像とかの動画とか、あの曲とか聞いたり、例えば、だからフラワーとかウィンターホールとか、ハニーとか、いろんな曲を、まあ、動画で見るじゃないですか。それは若い頃の映像じゃないですか。で、今の年齢と容姿がね、かけ離れている。で、髪の毛の長さも違う。で、髪の毛を染めろって言ったんじゃないですよ。で、一応、ある程度、あ、小倉かなと思ったんですよ。だけども、声僕の方もかけれないんですよ。もう、小倉もかけれなかったやろ。なんかずっとそれやねん。もうみんなそう。2011年の、12月2日かな、そう、18時30分頃、そこの僕の自宅の晴山整骨院のね、近くの交差点のところにシーマという車種で車が止まっていて、安倍さんが降りてきたんだけども、安倍晋三さんで、僕は目の視力は弱いのと、みんな遠くからでも相手のことを認識できるって、絶対それ間違いと。その時の安倍さんはマスクしてなかったんだけども、やっぱりほうれい線とかすごく入っていて、髪の毛も普段通り、あの国会議員としてね、あの国会に出てきてるような、その背びるとかでもなかったし、髪の毛を整えてるわけでもなかった。それだけでも人間は認識できなくなるんです、相手のこと。そんなところに急に来てるって思わないから。で、安倍さんの身長も僕頭の中入ってなかったから、背の高い、ちょっと怖そうな人は、こっちに向かって歩いてき始めた。いきなり車から降りてきてて。これ危ない。ちょっと距離保とうって思ったんですよ。僕は。安倍さんって最初分からなかった。で、後から家帰って、買い物行ってからですよ。買い物行って帰ってきてから家帰ってきて、何かしながらいつも、フェイクニュースとかを見破るとき、いつも何かしながら、一旦テレビの中継ずっと見てたら頭の中洗脳されるから、一旦映像を見るのをやめて、食器洗ったりとか、それで、あれ、さっきの映像いつも見たことあるわって、それ
何か別のことをすること、で安倍さんも僕の方に向かって歩いては来ていたんですけど、僕に声かけることができなかったんです。誰かいました、この辺で僕に声かける。これはね、その辺の若造とかが喧嘩売るような分別がついてない老人とかも含めてですよ、複数でいた人間が喧嘩売ってくるようなことを言ってくるのは多々あるんですね。そのものが喧嘩売りに来ただけで話し合いをするような状況じゃないですよ。ないでしょね。真面目なこういうふうな問題に対応するような人間じゃないでしょ。で、そもそもどこの誰か分かんない。で、大した社会実績ないんでしょ。僕以上の社会実績あります？政治とか全部含めて。売り上げとか、労働力とか。ありますか？ないでしょ、どうせほとんどの人は。分かってるから、この世の実態。いろんなこと含めてですよ。どんな車買ったとか。高級車を買った人間ほど、この世の中のこと全然分かってないと。ダメじゃない。中古車とかにして我慢しないと。仕事でどうしても通勤に必要だっていう人ほとんどいないんだから。僕は秋葉株式会社の北神戸店とか山の上とかだったから、てっぺん。あんなところ、ふもとのバス停で降りてから歩いてなんか行ってたら、その日仕事にならなくなる。登山、登山。毎日出勤で登山。そんなことできるわけない。時間的にも。で、フルーツアーパーク。これも、レストラン、カトレアとかの早朝出勤があったから、朝の6時出勤。で、お客さんが少ない時は、和食と洋食の厨房に入って、僕は調理して、前日の晩にね、仕込みだけしておいてもらって、ですぐ調理して、朝に。で、私の方で、セットして、朝食のバイキング。で、朝7時半にオープンして、食券をね、回収して、で、入ってもいただいて、で、食べていただくと。まあ、一人で40名ぐらいは大丈夫ですよ。できますよ。朝食だけですよ。朝食だけで40名ですよ。作って、ホールと、そのキッチンの仕事ね、両方、一人でできますよ。60ぐらいはもしかしたらできるかもしれない、一人で。ただし、片付けに関しては、誰かが助っ人に来てくれなかったらもう昼のランチ絶対もう間に合わない。どう考えてもちゃんと休憩時間を入れて、僕も食事しに行かなかったら今度ランチのね終わった、だいぶだから14時台とかがその昼ご飯とかになるから体が持たない。でちょっと話戻しますけども、これどうでしたっけ、そこまで一定委員会に出ようとして、出すって言ってたでしょ。それテレビに出すの方でしょ。で、たまにもう報道番組とかも出すとかも短い言葉で言うでしょ。で、それ情報の時とかあるから、もうわかんない、本当に何を出すのか。テレビに出すって言ってるのか、何のことかわかんないから、本当に。で、これどうしたらいいです、本当に。読売テレビぐらいだったら、そこまで一定委員会とかだったら、入り口の方に行けるけども、テレビ朝日の方はもう行かない。入り口の警備員が、受付の人間に話できないようにするから。で、読売テレビでも、仕事のことだったら、この先にも行っていいとか、わけのわからん警備員がいたんですけども、警備員いらない。はっきり言って。必要ないから。テレビ朝日からも外してください。余計な経費。それだったら、ニュースライブ正義の味方とか、どうしよう、もう裁判した方がいい？もうそれまで法律面探し出さなきゃならないから、それこそ何年かかるか分かんないですよ。その後お金回収して、で、やっと特許の出願、そこから半年以上の期間がかかる。もう何年先になったら、一体いつになったら河川水門開始が発生とか、地区水流発生始める気になるんです、本当に。政府上層部と皇族の人たち。真面目になってくださいよ、本当に。無理ですよ、こんなに全部僕一人で。いや、もうこれぐらいの口調で言っといた方がいい。そうじゃなかったら、自分たちのしてることが恥ずかしいことだっていうことを、理解してこなかったら無理だから、本当に。すぐに対応しなきゃ無理だっていうこと。50億人以上の命がずっとかかってる。その先々生まれてくる人の命もカウントして50億人。絶対そう。世界中の人口統計、本当の人口統計が出てきて、世界中どこの国も半分ぐらいの人口、もしくはそれ以下だったとしても、50億人いないじゃないかっていう考え方の人は出てくるんでしょ？次の世代、次の世代の人たちが生まれてきて、その人たちの命までかかるんだから。
スーパーマーケットに食料並ばなくなるよ。どうすんのよ、冷蔵庫なしで。食料片っ端から腐るよ。ちょっとほんと竹田通訳さんとかどうしたらいい？補佐人として僕を呼んでくれたらいいって言ってたけども、どこに竹田通訳さん宛ての郵送物を郵送すればいいの？知らないんです、私。皇居はもうすでに受け取り拒否なんです。テレビ局も受け取り拒否なんです。電波から聞こえてくる声とかもうどうでもいいから、もう淡井圭介の動画を見て全員すぐその方向で動かなきゃならない。それ動くしかないんです。で、自分たちの方から電話をかけなきゃならないっていうこと、地裁とかで結論出るのだから、テレビ局の関係者だったら、もうそれスポーツ選手とかも当てはまるから。で、自分たちのルールを押し付けないこと。それじゃルール法律でなくなるから。裁判所の判例とかでもなくなるから。どうしたらいい？僕は。このタイミングで宮崎駿さんの君はどう生きるかってもうそんな意地悪なことをみたいな形になっちゃうかな。けど僕も言った方かもしれません。あの若い人たちに自分がどう生きるかのメッセージで、あの君はどう生きるかの みたいな題名のものみたいなことを言ってしまった方かもしれません。どうしましょう。はっきり言う。それこそ、家計とかで、国会議員とか、大手大企業の社長とか会長経験者とかのそういう親族の人たちじゃなかったら、どうせこういう話通せないっていうのを直感的にもわかるから、自分ができることといったらエネルギーの消費を自分が使う量を、抑える。なお僕みたいに風呂場でもシャワーだけで済ます、風呂沸かさない、こういうことで、あと車を買わない、電車バス徒歩で移動、昼間ガラガラ電車は、バスも同じ。もうそういうこと頑張る、各自が。それで少しでも先延ばしにすること、輸入が完全停止するの。これを世界中の人間で行うしかない。スポーツ、あんまりいらない。オリンピック、早く壊滅してほしい。オリンピックに関する法律、いらない。スポーツ振興法もいらない。無理。もう各自自分が我慢すればいいじゃない。私なんか生活保護、10年以上経験しましたよ。みんなそれぐらい経験したらいいじゃない。恥ずかしい話じゃないっていうことで。ただし生活は、その、金銭的には、苦しいですよ。だから、まだこれが不思議なもので、まあ、結局、まあ、あの、皇居行く交通費も、結局、帰り、下道の電車で帰ってきてたんですけども、その JR の乗り継ぎで、ね、新幹線じゃなくて。で、それで分かりました。あの、やっぱり静岡県とか、あんまり人がいないこと、岐阜もそう、まあ、滋賀県もそうなんですけども、あの、途中で列車が、途中というか、まあ、列車がその、普通で運行されていて、で、快速とかはまずない。特別快速はありましたけども、まあ、特急列車とか、それは特急券とか必要で、余分な乗車賃がかかる。で、まあ、一応三田駅まで帰ってきた時に、JR、東京から、三田駅まで。で、9400円ほど、大体金額は。9300いくらだったと思います。まあ、新幹線だと新神戸から東京までで片道1万5000ちょっとなので、まあ、だいぶ節約にはなったんですけども。ただまあ、それにもそれ相応の意味はあったなと。一応まあ、新幹線乗って東京行った時、ずっと河川がどの辺にあるかとか、どれぐらいの幅があるかとか、まあ一応、まあ、横にね、あの、遮蔽物があったりとかして、見れないところを、多々ありますけども、たまにまあ見れるところがあるじゃないですか。まあそういうふうなところでいろいろまあチェックはしていたんですけども、
あとまあ音楽番組とか吉木さんとかも合う合うとは言うんですけども、僕と会って話し合いなんかしたことないでしょ。結局それもともとテレビ出演者の悪知恵でどういうふうな設定がされていたかって言ったら、その合うっていう言葉によって視聴者をもう一回テレビ見させる、テレビを見たことイコール合う、視聴率上げる、物売りたい、これこういう言い方にした方がいい、相手の方がよくわかるから、誰それさんに何時何分いつどこそこに会いに行きます、ここまで言うんだったらわかる。言ってた時期あるんですよ、テレビ出演者の人で。それ言うんだったらこちらもちゃんと会って話し合いするんだなって、それ会うじゃダメですよ、会って話し合いするまで言わなきゃダメですよ、自分で言っておくこと、自分の行動だから動けるようになる、自分から声かけますとか言うことで、それもその日その日でリセットされている可能性がある。なコンピューターのシステムよくわからん、エシロンとかこれでいろんなこと解明できている人間、台風の発生とか数を抑え込む方法とか神がかり的な力とかそういった人間でも、うん、よくわからん、誰かが設定を変えれるんだったらキリがない、設定が変わるから。ああもうどうしたらいい、もうテレビ見た時でもいいからみんなメッセージ送って、どう僕はどうしたらいいのかで、そちらがどうするつもりなのかを言って、でそれによってもうその辺通り過ぎ、もうこの辺 歩き回る、もうこれなし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 にせんかったらそれで余計にエネルギー消耗するから、何百人何千人もそんなことしてたらそれだけエネルギー余分に消耗するでしょ、でお金も金銭的に必要なんだから、それだったら僕の口座に振り込んであげたらいいじゃない、それだけでもう家一軒建ってるんだから、ここの住宅に絡んでくる連中がいた、だからちょっと離れたところとかね、無理やり起こしに来るような連中がいないところに引っ越しするしかない、みんなでお金出し合う、そういう助けでよかった、でもそれでもよかったと思いますよ。であとは特許を出願してそれが通ったとして、大企業の誰のところ行ったらいいんです、相手してくれるんです、どうせ門前払いでしょ、どうせ無理なんでしょ。で河川法によって設置に関しても各都道府県知事とかの許可を言います、場合によっては市長で済むかもしれない、まあ港川ぐらいだったら神戸市のね市長で、まあ、現在の名称新港川、河川のその分布されているところがね神戸市の範囲内だから、一人で全部行けって何年かかると思ってるんです、どうせ窓口の人間言い出しますよ、忙しいからどうこうって、総理が一括で動いたらいいじゃないっていう話になるんですよ。岸田さんそれで総理になったんでしょ、これどういうことなんですよ本当に。精神病院に入院させられてる時も出してくれなかったし、対応してくれてなかったし、全員ほったらかし、正義どこにもないかといって、自由民主、まあ立憲民主党の枝野さんとかも、あの人ももともと違う名前でテレビ出てたでしょ、なんか見たことあるなと思ったんですよ。誰が河川水門開式玉発電とか地下水流トンネル発電を進めれるんです、もうそこからなんですよ。政権交代したところでそれできるんですかっていう話になるんですよ。で政権交代するの何年かかるのかっていう話になるんですよ。で政権交代したところで自由民主党でしょ、でマラソンの電波で会う方法にこだわるんでしょ、自分から電話かけたらいいんですよ、普段から自分で他の人に電話かけてるんだから自分から電話かけたらいいんですよ、僕の電話に。これだけ言っても誰も電話かけてくれないんだから、電話かけて話し合いですよ。番号非通知の内容だったらたまに来ます。意味ない。そんな人間相手にしたって。そいつが真面目に対応する気なかった。どこの誰か調査する必要はあると思う。そいつらを懲らしめるために。
どうせ金で動いてる連中、善意で動いてない。自分でも OK。どうせそれ。いらんから。そんな人間。必要ないねん。不必要。どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい。手段がわからん。どうすれば始めれるのか、金銭的にも。ゲーム業界はどれぐらい淡井圭介に協力する気があるんです。正直淡井圭介はゲーム業界の販売量を上げてきた分はある。あの東日本大震災のもっと前の阪神淡路大震災がもともとの話。スクエアエニックスさんなら分かります。スクエアの頃から長年働いている人はね、もうお辞めになられた方はのところだけで話が止まってるのかどうか僕もよくわかんないですけども、僕からのリメイクの提案で、ロマンシングサウンミンストレルソングだから、ファイナルファンタジーとかの動画とかでも歌詞をつけた曲、うん、この曲良い曲だとか、そういう名称をいろいろ上げて、それで歌詞つけた動画とかアップロードしてるでしょ。その辺のところは内容はすごく素晴らしかったですよ。それかもともと海外にあった曲をファイナルファンタジーとかの曲にしてました。だからその辺のところは僕もよくわからないです。だからまあ、自分がこの曲は良いと思った曲に関しては、あのバイオリンのね、あのタムさんとかに、まあタムさんという存在ももともと本当は知らなかったんですけども、だと思います。わからない。昔はフルーツラバーグであったのかもしれないですけども、よくわからない。覚えてない。で、ああいう風にね、ファイナルファンタジーとかロマンシングサガの曲をバイオリンで、弾いてくれていて、で、アレンジも加えて、で、そのアレンジも素晴らしいと。ああいうようなことも提案したのも僕なんですよ。もともと僕が二十歳ぐらいの頃から、例えば音楽に関してもゲーム業界の、じゃあどんな音楽が本当に良い曲だとか、この人に聞いた方が早いっていう、クオリティの高いところ。なかなか妥協しないから。とにかくまずお金がいる。お金がなかったら特許の質問はできない。任天堂と我が天下と戦国風。任天堂スイッチは僕の提案で作ってもらった。いくらかの取り分はあるはず。で、我が天下と我が天下戦国風。いくらかの取り分は絶対あるはず。高島や。証言してほしい。で、なんで連絡してくれないの？それすればもっと早いよ。河川水門回収玉発電とかの方、自分で撮影するにもお金かかるから、交通費。時間も。みんな早急に今動いとればよかったっていう、あの時昔あの時ああいうふうにしたらよかった。もうみんな絶対そういうふうになるんだから。今すぐよ。高島へ連絡ちょうだい。で、裁判所で証言して。SD カードを送ってきたこととか。もう裁判所の人たちとかも淡井圭介のことよくわかってない人たちが勤務してるから。もうこの間見たらもう神戸の会員裁判所の方かな。うん、そう、会員裁判所の勤務者で、あの人、西岡澄子さんなんじゃないの？芸名。もう髪の毛金髪。わからないですよ。もうこんなにたくさんいろんな人と会ったり、あの、テレビ出演者がこんなにたくさんいたら、顔が似てる人ぐらいいるから。なんで髪の毛染めてる人間なんか働かせてるの？会話基本法違反なのに。裁判所なんか絶対働いちゃダメじゃない。エネルギーの残存量問題とかどうせ頑張らないでしょ。無理よ、そんな人たちだらけで。あっと竹田すんやつさん。
そういえば野村明大さんはこの辺の、まあ、ちょっと離れたところのどちらかというとニコニコ薬局の近くの、分譲マンションみたいなところの横で、壁がねタイル作りで、タイル作りで、12階建てぐらいのビルマンション、分譲マンションみたいなところの横で、僕の横通り過ぎませんでした。身長は僕と同じぐらい。野村明大さんのような気がするとしか言えないですね。だそこまで言っていいんかいの放送ね。生で放送してもらえません。だ時間軸バラバラだから通り過ぎた後に放送見てるんです。僕多分そうだと思います。でその日遊んではならないルールでしょ。無理だから、そんなの毎日続かない。それしたら下でスポーツの勝ち負けで今度話詰められるから、ルール法律で休憩時間がないだとか休みの日がないとか、週に1回は絶対休みがないとダメだから、もうそういう考え方でいいんで、まあ一応1ヶ月に4日休みがあったらいい話とかなるけども、あんまりそんな体制敷いていたらスポーツのこの活の量だから、労働時間が超過労働ということになる。長時間労働、自分でも働きに行ってるんだから、どう考えたってそうじゃないですか。年間2500時間が上限なんだから、大体約2500時間。厚生労働省のホームページ見たら分かる。一月は220時間。もうけど220時間も働いてたら、河川の水なんか絶対行かれない。いけない、無理。で、今冬だから全身は、今は行かない。絶対無理。ちょっとどうせ、なんで電話かけてくれないの、本当に。世のため人のためとかエネルギーの残存量問題で多くの人の命を救うっていう考え方があったら電話かけれる。法的にもそう、裁判になってもそれで通用する。普通に考えたら分かることばっかり。ニュースライブ正義の味方は誰が味方してくれそうなんです。藤井さんとかの事務所には電話かけましたね。まあ、弁護士の野村修也さんのところも電話かけたけども、折り返し電話しますって言ってから電話かけてくれてないですよ。もう分かんない。どうしたらいいか分かんない。以上です。そちらから提示してください。もう多分僕も諦め入ってたら、何かボソッと言った一言ぐらいだったら、いちいちメモなんかもうしないと思いますよ。だからそれメモしなかったら、いつ来るのかとかわからないから。それこそ無理設定じゃない。で、冬場にそういう横通り過ぎたり、わけわからん行動まだするんですか？で、悪い人になる？テレビ局に出演したら。もう最初から最後までなんかバカげた話にしか聞こえない。一般の人も聞いていて腹立つだけ。もうスポーツの数も減らさなあかん、絶対的に。以上、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。高島や早急に電話かけて。で、永久に電話かけないんだったら永久に話し合いが始まらない。証言は我が天下と我が天下戦国夫婦とか、任天堂の、淡井圭介の提案でできたゲームっていう話。はあ、お金なかったら何もできない。以上です。もう、これで高島屋が電話かけて、淡井圭介と話し合いしなかった証言として、いついつ協力するとか、それが ないんだったら、もう高島屋が河川水門開始だ発電とか地下水流トンネル発電を止めていたっていうことになる。そこは別個もそうだし、任天堂もそう。もう他のゲーム業界も同じよ。今更何を逃げてんのって。もう呆れたわ。
いつ阪神淡路大震災の被災者助けてくれたの。淡井圭介が働いているところに客として来るのなしやで。それでお金払ったからとか。違うよ。大阪ヒルトンホテルでも僕賞与もらえてないから。あれだけの売り上げ発揮しても。これは本当の話。有給はさすがにあったと思う。で、長時間労働手当もさすがにつけていた。そこは、法律で絶対守らなきゃなんないから。外資系はその辺のところを最低限の法律のところを守ってた。だけども最低限の範囲内。ために来るお金を払うだけのお金があるんだったら、僕の口座でそのお金を振り込んだらよかったんですよ。簡単。その、はい。手もかからない。だから僕は東日本大震災の時に義援金として募金をね、行っていた少年野球の子供たちの前で一万円札生活保護者になりながら投入した。その話を聞いたらできるはずよ。自分はなんて情けないんだろうって思うから。交通費ばっかり使って彼の前ちょろちょろちょろして自分から声をかけないっていう方法でなんて馬鹿げたことをしてるんだろうって自分からテレビに言って言ったらいいのよ。そしたらちゃんと。自分から声かけて今度こそちゃんと協力するからってちょっと話し合う時間作りましょうって自分の方が言えるようになるから、栗山さんももう僕に声かけなかったわ。なんかヘラヘラ笑ってるというかに一応、栗山さんだからにこやかにな顔でこっちを見てたぐらい言いますけども、分からないから急に来たら。まず身長は僕と同じぐらいでびっくりしました。プロ野球選手としてね、元プロ野球選手として、ああそんなに背が大きくなかったんだって。どちらかというと体が大きい人のイメージがありますから、プロ野球選手イコール。どちらかというと、やっぱりその方が優位なのは優位です。大谷翔平とか佐々木朗希みんなわかるでしょ。筋肉の搭載量違いますから。足のスライドもね、一歩の進む距離。だ足も速い、絶対。だからそれが全てじゃないですけどね。赤星選手みたいに元阪神タイガースの。とんでもない盗塁数をする人はしますから、身長170センチぐらい。だからそういう、身長170センチぐらいとは、そういう風な野球の仕方をしたらいいんですよ。打率3割以上打って、盗塁をしっかりする、フォアボールをしっかり選ぶ、これですよ。足速い人、守備範囲広いから。絶対守備能力高い。だから状況が全然変わってくる。外野手全員赤星選手。守備範囲桁違い。大体の打球がヒットにならないようなケースになります。他の選手とかだったらワンバウンドしてるとか。ちょっと話それすぎましたので、もうこれぐらいにしておきますね。ちょっと本当に高島彩とか、竹内哲也さん本当に電話かけて本当に。話ならんよ、こんな話だったら。世界中は聞いて呆れてるよ。で、皇居の前のところ、亀甲門のところに集まってた人たち、外国人の人が多かった。日本人がまずいなかった。で、ただ話聞いてるだけ。で、全員顔綺麗だった。そこにちょっと違和感を覚えましたね。一応呼びかけますけども、僕の感覚、今までの経験から言うと、どうせ無駄。まあ、コンピューターが滅ぶ方の未来の選択肢をテレビ出演者が選んでるから、無理よ、結局。以上、一応言いますけども、皆さんご協力ご対応の方よろしくお願いいたします。もう僕もどうしたらいいか分かんない。知らんよ、もう。適当に遊ぶ。それでも合わんやつは合わへんから。ちゃんと遊んでいても、僕に電話かける人間はちゃんと電話かけれるから。無理。一応無理っていう言葉が出そうになったんだけど、相手も考えてること。まあ、この動画を誰が見てるのかと、今の話を誰が聞いてるのかで分かんないから、一応無理っていう言葉が出てきた以上、僕は無理って言っておきます。話進められる。労働時間の話。
何回も言った、覚えられない方が悪い。僕の部下として全員働いたことあるんだから、僕より特に年齢が下のテレビ局、テレビの出演者。僕の言われたこと守んないと。だから、ホテルマン式でよかったんだと思いますよ。もう何回も同じこと言わせてる奴が悪いで。そいつらが覚えてりゃよかった話なんですから。淡井さんにすぐ電話かけたらよかったんだって。東京地検の今のニュースもなんかよくわかんないやつね。捜査で何か逮捕者がとか、何の件なのかよくわかんない。キックバックだのなんだのって、キックバックってもともとアクセルとブレーキの踏み間違い、急いで踏み込むことをキックっていう表現、蹴るみたいな表現で表して、でアクセルとブレーキを踏み間違えて、昔あったのがコンビニエンスストアにしょっちゅう突っ込んでいたっていうニュースね。あれ、駐車場の車の止め方を、そういう止め方してたからですよ。あの、前にしろ、バックにして止めるにしろ、後ろ向き、前向きにしろ、コンビニエンスストアがね、こういう風にあったとしたら、こう横に止めるようにしておけばいいんですよ。前行くにしても、コンビニエンスストアの前を行くでしょ？後ろに行くとしても、塀にぶつかるでしょ？もうそんなこともう20年以上前に言った。うん、それこそ20歳ぐらいの頃で、あと65歳以上の人に車降りてもらったらいい、運転免許証返納してもらって、だから政府ももう安倍政権の頃からそれ言ってるのに、未だに達成できないでしょ。法改正で自分たちが車乗ってるからですよ、多分。もう呆れる言葉しか、もう呆れるとしか言えないです、本当に。もう70代の人とかはしょっちゅう事故を起こしてるのが現実であって、もうこの辺でも車から降りてきた人がかなりのご老人で、足元の歩き方とかもうおぼつかないと、もう2人見ましたよ、今年だけでも。一歩の歩幅が極端に幅が狭くなってる、ああいう状態までになったらもう無理だから、車の運転なんかもう遅かれ早かれですよ。だからもう65歳以上にしもったらいいんじゃないですか、車の運転免許証と車の強制売却ワンセットで。もうそんなことだいぶ前から言ってる。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。高島屋が Y 圭介に電話をかけないっていうことは隠蔽側だったっていうことになります。なぜかテレビで我が天下や我が天下戦国夫婦の CM を得て、テレビ局は CM 料金でお金を得て自分たちの給与に返還していたからです。訴える順番として高島屋を訴えなきゃなんないの。なんなのこのめんどくさい話。切手代かかるよ、どうせ。何年かかんの、そんなことしてたら。イコアの話なんかもうどうでもええねん。もう聞かされてるかもしれん。行くわ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 って、もうええから、もうそんな話どうでもええから、お前らちゃんとして話し合いせえからええねん。もうそんな話、話し合いしますってちゃんと敬語で言え。どちらが上や思うとこね。高島愛の人の方がして社会的地位、くだらん番組たくさん出て、自分たちで作ったランキングで殿堂入りだのなんだのって言って、視聴者を欺いて金稼ぎに走っていたっていうのは、これが現実や。そんなもん一般人全員に統計したわけじゃない。本当のこと全部知ってからや統計始めるの。話逆やんって。
別に今高橋真綾を訴えようとしてるわけじゃないから、とにかく連絡して。無理やから、そんなに切手代なんか一時出されへんから。分かってるやろ、もうこっちが生活保護で、今年、もう皇居行って、まあ、交通費だけで2万以上使ってるから。2万5千か。2万5千以上かな。それから自分たちが生活保護者と同じ金額で生活してみろよ。無理だって分かるから。この服も暖かいから、今年2着買いました。で、ベルトが途中でちぎれたでしょ。フィギュアスケートがどうなったか分かったでしょ。世界中の人が簡単に飛べるジャンプ、もうみんな転倒しよった。新しくベルトも購入したし、リモコンも潰れた、テレビの。変。他にも何かあったよ、余計な出費。普段なかなかない出費。交通費だけでも河川の撮影でだいぶ使ってるから、もう状況見たら分かるやろ。だから同じ、本当に一回もテレビ出演者全員、それで生活してみて。生活保護者と同じお金で、一月に支給される金額。その7万円ちょっと、以前6万7千円やったから。6万7千ちょっと。それで、電気、ガス、水道代、通信費、Wi-Fi とかのことね。あと携帯電話の通話料金。そっから食費用。どこにお金あんの？靴も、それなりに、ある程度の、靴も買った。買いに行きました。だって靴の裏、もうないもん。かかとのところなんかもう特に。もう完全に、ゴム底じゃなくなってるから。なくなってるから、もうゴム底のところが。なくなってるの。一足はね。靴一足で5000円ぐらいするでしょ？ちゃんとした靴買わなきゃったら、スタッドレスのタイヤ交換とか力仕事だし、河川の撮影だって1日30キロぐらい歩いたりするから、多い時は40キロぐらいは歩いてる。40キロメートルね。リュックにいろいろ背負いながら。もう無理な話ばっかりや、本当に。まあ、この動画も今日アップロードして誰かがコメントしてるみたいやけども、どうせ変なやつがコメントしてるんじゃないの？もう大体そう、コメントするやつって変なやつが多い。基本的に僕の動画の場合ね。真面目な人間、なかなかコメントしない。真面目な方向性がかなり間違えてる。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。結論は僕からして、高島屋を訴えてのそのルートっていうのは時間がかかりすぎるから今のところは見合わせます。その間にもまあお金を少しでも貯め込んでいるとか、何かそういうことしていなかった、また何かが壊れたりしたら出費がかかるから。去年の裁判だけで6万ほどお金かけてるから、会社の登記簿と交通費とコピー代、魔法みたいな話が残ってへん。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。